皆さん5時のチャイムとともに始まりました。こんにちは、はい、武蔵県のこれが本当だった。はい、こんばんは、こんにちは。こんにちはですかね。まあ、本当に明るくなりましたもんね。ですね、明るいですね。ねえ、今日本日は、27回目になります。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ねえ、本当に明るくなりましたね。明るくなりましたね。ねえ、本当。一月前真っ暗ですもんね、今ぐらいも。です。で、なんか、もう今日も本当暖かいですしね。暖かいです。なんかまあ半袖まではちょっとあれですけど、はい、本当にあの過ごしやすくなって。そうですね。ね、でも昨日とかなんか夜はちょっとやっぱり東京ちょっと肌寒いかな、ね、はい、私思ったんですけど、2、3日前は夜寒かったですけど、まあ、だいぶ暖かくなりました ね。ですよね。本当本当なんかすごくあのはいはい、はい、あのですね、今日いや私なんかいつもこう、まあこのなんかライトだとすごいいつもこう、はい、あの照り輝いてるんですけど、強烈で2人のこれコントラストなんかね、本当あれですよね、黒とあの白みたいな感じで、私そんななんか肌あの白い系じゃないと思ってるんですけど、なんかあの武蔵さんの横にいるとね、なんかすごい本当になんかすごい真っ白い、いやなんかいい肌でね、余計に印象深くていいんじゃないですか、綺麗な肌ってね。本当に綺麗ですよね。ありがとうございます。本当に思いますよ、はい。ありがとうございます。あんまり見ちゃうと失礼なんて見ないですけど、本当に綺麗ですよね。いやでもね、も私ね、さらにね、実はそら、武蔵さん、あの、実はですね、私、あの、まあ、あの、ね、はい、これまで、まあ、あのね、うちのこう商品で、はい、まあ、私、すごいこうアレルギーでね、はい、あの、すごいこうひどい顔になってたんですけど、はい、まあ、良くなって、まあね、本当にあの、いいんですけど、はい、またさらに、あの良くなるやつをねちょっと見つけましてですね。そうなんですよね。だからなんかね本当なんかね、それをやってるんですよ、またでしょ。はい、で、あのまあちょっと正式にはあのまあ来月5月から始めるんですけど、はいはい、プラスケアクリニックっていうのが、はい、あの仙岳寺の方にできましてですね、あのそこであの新たにね、あの再生医療の分野にちょっと、はい、あのトライしていこうということで、はい、あの再生医療をちょっと始めることになりました。これは最先端ですよね、はい、非常に素晴らしい、ね、そうなんですよ、まあ、これからねやっぱりあのこういったものがどんどん普及してきて、はい、あの本当にあのなんか、まあ、治るまでにすごい時間かかってたりとか、はい、やっぱりなかなか治らなかったことだったりとか、はい、まあ、そういう人たちも本当にあの早く良くなるっていう、もうあらゆるところが良くなるっていうような、う、ね、うん、あのアンチエイジングもだし、あの、まあ、病気ももちろんですし、はい、まあ、そういったのがあの早く良くなれると、はい、でまたその副作用がなくてあの良くなりますよっていうような、はい、あの医療面で、これは本当に皆さん待ちに待った本当ね、あの医療ですよね。いろんなところで実はよくあるんですけど、みんなどっかでおかしかったりね、あのいろんな待ちつたりっていう、これね、あのエイっていうのは多いんですよね。そうなんですね、本当ね、やっぱりあのなんかやっぱそういう種類もねやっぱりいろいろあって、はいはい、なかなかやっぱり、まあ、こういうのでもそうじゃないですか、はい、やっぱりちゃんとしたものをやればよくなるんだけど、ね、やっぱりあの違うものをやってしまうと、はい、やっぱりそういうね思ってたような結果が得られないっていうのもあると思うんですけど、そうですね、まあ、うちの方ですね、まあ、たまたま本当にあのこういうご縁があって、あのすごいこの、まあ、こういう業界でも本当に最先端で、本当にいいものが、ね、使えるようになりましてですね、はい、なので、まあ東京の方は仙岳寺の方なんですけど、はい、千葉の方も、駅前新松戸クリニック、ね、はいはい、あのそういったあの千葉の方の 2軒でクリニックの方で、はいはいはい、まあ、行えるようになります。はい、でな、まあ、何なんかっていうね、あの難しい話はあれなんですけど、まあ、言えば、まあ、私たちの体っていうのは、まあ、細胞でできてるんですけど、そうですね、まあ、生まれた時はね皆さん本当にたくさんの細胞があって、この私たちの体ができてるんですけど、はい、やっぱりその年齢とともにとか、あとまあ生活習慣によって、まあ、その細胞がこう失われていくわけですよ、はい、で、まあ、もちろん生まれ変わって良くなったりもしてるんですけど、やっぱりそれが追いつかずにどんどんやっぱり、ね、あの細胞がこう減ってきてると、そうですね、でそれに伴ってやっぱり追う、まあ、あの年を取ったりとか、はいはい、まあ、病気になったりとかっていうのがあるんですけど、はい、まあ、それを言ったらその細胞を復活させて再生するっていうのがこの再生医療なんですね、はい、すごいことですね。そうなんですよ。だから、まあ、まあ、年配の方でもだし、本当にあの若い方とかでも、
どんな方でもやっていただける、まあまあちょっとルールはいろいろあるんですけど、はい、まあ割と幅広くいろんな方でやっていただけるということで、はいはい、で私やっぱり皆さんにこうお伝えするにあたって自分がやっぱり体験しないと、はい、ね、お伝えできないので、先月からちょっとさせてもらってるんですよ、はいはいはい、でまあ、それ方法っていうのは注射と、はい、まあ、あとは点滴っていう方法があって、はいはい、私まあ、注射の方してきたんですけど、はいはい、まあ、今3回ぐらいやってるんですよ。そしたらもう最初やっぱりその注射をねしたらすぐ分かりやすいのはね、パーってね、何ですかね、世界が明るくなるんです。五個が当てるじゃないけど、こういうなんで、なんかね、すごいこのなんか、この色味とかがすごい綺麗にクリアになって、なんか目がパッと開いて、すごいこう映像が綺麗くなったんですよ。で、まあそれも感じて、で翌朝がすごくって、はい、翌朝。朝早く目覚めたんですよ、はい、でおトイレに行くのに、はい、なんとなくパッて鏡を見たら、はい、なんかすごい自分の顔がね、はい、もう照り輝いてるんですよ。はなんかハリっていうか別人やから、えっと思って鏡3回見ましたからね、私自分の顔、えっと思ってこうやって3回見て、そうしたらもう本当にすごいんですよ、はいはいはい、でもうなんていうんですかね、まあ、いつももう割とまあ私そんな肌ね、そうそうそう、ね、状態あれなんですけど、よりいいんですよ。確かに今日なんかよりなんかね、えっていうね、近くで、そう、ね、いやすごいですよ、すごいですよね。でなんかね、やっぱりピンとするっていうのかな、やっぱなんかシワとか、張り感とか、ね、ツヤ張りで、その色、肌のトーンがやっぱ上がりました。はい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 。うん、でね、それからね、あと私が感じたのは便通が、はい、便通は私もともといいんですよ、多分普通の人より、はいはい、いいんですけど、より良くなりました、回数増えました。これは素晴らしいですね、うん、ってことはちゃんとやっぱりこうデトックスっていうのかな、そうですね、何かがやっぱ働いて、はい、ちゃんとこう排泄をもっとこう促したりとか、はいはいはい、でそれによってまあ肌とかにも関係してきますし、はいはいはい、でとにかくまあ、先月ぐらいから私は本当に毎週ぐらい実は東京来てるんですよ。はい、そうですね、だいたい月2回ぐらいなんですけど、はい、この番組の時ですね、そうなんですよ、第2第4週は来てるんですけど、はい、もう本当に毎週来てるんですよ、はい、でも行って帰って行って帰ってしてるんですよ。でこんだけハードなのにもう本当元気なんですよ。やっぱりね、ちゃんとしたことを、ね、やっててもやっぱりこうすごいハードな動きっていうのかな、やっぱりね、仕事がすごいハードになってくるとね、やっぱり体力的にというか体がやっぱり疲労ってなるじゃないですか。絶対出ますね。ね、ちょっとねやばい人みたいな感じでね、あぐらい違うやつ売ってるみたいな、なるじゃないけど、ほんと元気なんですよ皆さん。今ねお聞きした通りね、珍しい、木下ちゃんはそんな冗談にも言う人じゃないんだけど、そういう方はぜひうちで売ってくださいよどうせするんだったらこっちの方が高い金使って変なの買うんだったらうち来て売った方がよっぽどいいでしょ、体に。いやいや、全部デトックスでそれも全部消えるしなくなるしね。あ、本当にそうですよね、本当そうですよ、はい、本当に本当にそうなんですよ、はい、うん、だからで私はまあそういう感じだったんですよ、はい、で私と同じ日に、はい、まあ、別の方も一緒に受けたんですけど、はい、受けられた方はね、あれなんですよ、17歳の時に、はい、複雑骨折ね、腕複雑骨折されて、はい、でまあその複雑骨折治すのに、まあ、手術をなさって、はい、そしたらね、やっぱり手術の時になんか神経がちょっと触れたみたいな感じで、この親指がね、この親指のところがもうこういう風に何て言うのかな、まあこう、まあ、こう動くじゃないですか、これができなくなっちゃって、言ったらこの親指が死んじゃったんですよ。動かないですか、ほとんど。そうで動かなくなって、今60代の方だから40年以上動かなかったんですよ。でその人が、まあ、一緒の日に注射を打たれたんですよ、はいはい、そしたら 2,3 日後にこれが親指が普通にこうやって動くようになったんですよ。すごくないですか。いや、すごいですよ。普通そんだけ長年固まっちゃったんだったら1回や2回じゃまず普通ですよね。いいですよ、いや、なんですよ。でやっぱり、ね、2,3 日
メールの時は動くんですけど、はい、やっぱりずっと動かしてなかったとこだから突っ張るっておっしゃってたんですよ、動きが。そうですよね。でももうこういうふうにも動くんですよ。はでこの前もお会いしてどうですかって言って言ったら、あもう全然こんなんですとか言って、もう本当に生活変わっちゃいますよね。絶対そうですよね。動かなかった指が動いたわけだから。はい、ってことはもう本当に神経死んじゃってても復活するちゃうんですよね、はい、そういうことですね。すごいことですね。いやこれ本当にすごいことだなと思って。いやすごいとこじゃないですよね。いやもうなんか、いやだからこれが本当再生医療だなって思ってるんですよ。ですね、うん、再生するわけですからね。なんか人間のその、うん、自然の摂理に待ったをかけるような、なんかね果たしていいもんかってみんな疑問に言うじゃないですか、自然は。でもこれいい意味でね、細胞を活性化するんだったらありがたいことですよね、若くしてね、これね。そうなんですよ。だから、まあ、本来私たちが持ってる細胞を生かしてることなの で、そうですね、何かその、私たちの違うものを入れて、はい、まあ、お薬でもそうじゃないですか、入れることによって何かを止めて、はいはい、止めてよくとりあえずさせるっていう方法ではなくて、人造人間じゃないですからね。そうなんですよね。まあ、本来の言ったら私たちの体にある細胞を、はい、生かして再生させるっていう方法なので、はい、だから副作用がないって言われてるんですよ。当然免疫力もそれに入ってくるのが強くなるんですよね。もちろんです、もちろんです。だから免疫系とかも本当にいいですし、そうですね、うん、でまたあれなんですよ、まあ、こう神経が復活するっていうことは、例えばスポーツ選手の方とかでもね、はいはい、故障されて、はい、やっぱり皆さんねもう現役退いちゃうとか、はいはい、迷ってる人とかね、うん、で若い方とかもね、はい、やっぱり早くしてこうもう諦めないといけないっていう結構いるじゃないですか、スポーツ界で、はい、怪我をしたからっていう。肘なんか止めりなんとか手術するじゃないですか、復活するのに2年3年かかりますよね。手術した後これやるともっと早く間違いになりますよね。1本でだそうです。もう1本で注射なので、ここだと本当にもう このままここに、はい、注射するそうです。はあ、はい、注射したらもうこれが一番最高ですね。なるほどね。で今週受けられた方なんですけど、はい、息子さんが、まあ、ちょっともう自分で立ち上がることできなく、膝がね悪くて、お母さんが、はいはい、64歳ぐらいかな、お母さんで座ったらやっぱ膝が痛いから、はい、もう立ったりとかちょっとやっぱりこう、はいはい、膝痛いとなかなかやっぱりね動きがね、じゃないですか。で連れてこられて、まあ、膝に打つのが一番いいんですけど、はい、膝じゃなくて普通にここから腕から、ね、はい、注射で入れられたんですよ。で注射入れても全身に行くの で、 そうです、ね、ここだけじゃなくて、悪いところ で、 で、ね、全部良くなるから、ね、こっちの方がいいと思うんですけど、で入れられてもうお家帰ったら普通に歩けるようになったそうです。もう自分で椅子からも立てるし普通にも動かれるような。事実ですからね、本当にね。そう。薬莢もないもなく、事実ですよ、これ、本当に、ね。そうなんですよ。だから、まあ、皆さんね、まあ、治療とかで病院行ったりとかして、まあ、何かされるじゃないですか。はい、でも、まあ、パーフェクトじゃないわけだから、はい、ね、こういうので、もうちょっとやっぱ可能性としてやられてね。ね、はい、まあ、100% 絶対全部治りますよとはね、まあ、分からないし、はい、まあ、その方とかも、やっぱり1回、2回、3回、目で良くなる方もいらっしゃるので、はい、ね、全部皆さんが1回で良くなるっていうことではないと思うんですけど、はい、でもやっぱり治る可能性がめちゃめちゃ上がるので、はい、もうぜひね、ちょっと、ここでもちょっと、はい、開業したらご案内させていただけたらいいなと思ってて、ね、はい、今ちょっと知り合いの方とか、はい、全部、まあ、ご紹介なんですけど、はい、もうご紹介で今月も急ぎの方がいらっしゃったら、はいはいはい、ご連絡いただきましたら、はい、優先がね、こういうまず関係者隔離っていう、はい、ね、はいはい、そう、もう今ね、もう告知したらもう皆さんがやっぱりもう、はい、もう打ちたい方がいっぱいなので、はい、ね、であのあれですよね、武蔵さんもこの前お話しさせていただいたらね、近々打つ方向に今、ね、ですよね、はい、もう武蔵さんも、もう、まあ、武蔵さんも本当に打っていただいて、はい、ね、よりね、だって150歳までいけるって言われてるんですよ。すごいですね、これ、これがあったら本当に人生70歳で半分じゃないですか。75で半分ってことは人生80年だったら70歳で40ですよ。
ね、40歳ったらまだバレバレじゃないですか。そう、ね、そうで150歳まで生きるってなったらもうね、人生バラ色です。いろんなこと、まだまだこれからそうそう、まだまだですよ、ね、今生きてきたぐらいありますよ。もう定年なんかなくなりますよ。ねえ、90、100の人が、うん、そういうバリバリ会社で仕事してるの動いてるわけですよ。走ったり何してもええー、っていうね。そう、そういうでも時代が必ず来ると思いますよ、うん、これ。なので再生医療でね、これをしたら20歳若返るって言われてるんですよ。でも皆さん今ね、自分でこういう話がねふと思ったんですよ、はい、この鳥越の番組でね、うん、あのいろんな鳥越だけじゃなくたっていろんな番組ありますよ、何百何千、うん、こんな話真面目にできるって本当にないと思いますよ。これ紛れもない事実ですよ。あの、うんうんうん、眉唾じゃなくてね、うんうん、あの何百万とかそんな金額まで言えんですけど、そんなんじゃなくてこれ、うん、本当にねすごいことですよこれね。ね、そうなんですよ。だからあの、まあ、皆さん手届くような、そうそう、今までってこう、まあ、再生医療、まあね、あのまあ、本当にお金持ちっていうのかな、本当一部の本当にあのたくさんお金を持ってらっしゃる方たちのためだけのなんかこうケアみたいなのがあって、あとは言いたくないけど、ね、よく国に関する上の人がこっそりやって直すとかね、うん、表出されとかこういうのが多いじゃないですか。そうですね。なので、まあ、本当にあの、まあ、病気だと本当に最低300万円ぐらいとか、本当に500万、1000万ってこういう世界なんですよ。そうですね、で美容でも、まあ、あのクリニック、美容クリニックさんとかでやってるのでも、もう本当に100何十万アンチエイジングだけで1回ですよ。1回百何十万とかなんですけど、うん、ヒアルロン酸とかなんかあるじゃないですか。 あんなのやんだったらよっぽど辛いでしょ。そうですよ。いや私 ね、あの、まあ、皆さんによくなんか入れてますとかって言われるんですよ。あのみんなやっぱりやってるんで、女性は。でしょ。でも私顔には入れたことないんですよ。やっぱりあの本来のやっぱ体の状態が良くなってで、この肌っていうか張りだったりとか、あのね、あの質感とかっていうのが関係してくるから、ここに何かをね入れたって吸収されるし、そういうことで、で鬱ってことは何かこうやっぱりこうバランスがなってくるじゃないですか、はいはいはい、だから顔はなんかこうやりたくないなって思ってて、名前あげたくないですけどいっぱいいますよ、芸能人でこう崩れてきてる人がなんかアンバランス的に、ね、なんだって、あれ結局手加えてね、もうく何回も何回もどんどんやめられなくなっちゃうんですよそう、その結果がええっていうね。そうなんですよ。だからあの、まあ、美容業界の方でもね、やっぱりあのもうある程度年齢になってきたら、皆さんやっぱりあの自分の化粧品とかじゃなくて、その力じゃなくて、やっぱりあのいろいろ手こ入れしていってるんですよ。そうなんですよね。そうしたらもうやっぱりね、こうなんかバランス悪くなってきて、もう変なことなってるんですよ。まさにザ人造人間。そう、ね、もう誰が見てもそういう状態になってるので で、でもこのね再生医療はこう入れるだけでこっちの方も針だったりとか、そうみたいですね。そうなんですよ、本当の本来今若くなって、本当にあの体の状態が良くなって、はいはいはい、肌の状態が良くなるっていう、はいはい、この流れなので、本当にあの嫌な、はい、嫌なあのアンチエイジングじゃなくて、はい、あの本当に若返るんですよ。総合的な根っこから変えてきますからね。そうなんですよね。だから絶対こっちの方が総合的に考えて体も良くなるし、はい、お肌の状態、まあ、美容にもいいっていう、安全なおかつ素晴らしく美しくなるっていうねそうそうそう、こんなことないですよ。そうなんですよ。だから本当に美容目的だったら、はい、もうあの1回本当にどうでしょうね、あの、まあ、最高でも30万以内、こんなもんできるんですよ。で、ね、なんですよ、はあ、だって美容で本当にこれ打つの高でもね、年間すごいですよ。高いみたいですね。でずっとやっていかないといけないんですか、メンテナンスを、ね、でもこれだと本当にちゃんと自分の細胞をこうしてるので、例えばなんかそれをした後にもう 大酒飲んでもう寝なくてタバコバカバカ吸ってとかいう生活してたら、それはあの戻りますよ、ね、でも普通に、まあ、例えばまあうちのプラスケア製品を使いながら ね一旦いい状態にしておいて、 そっからキープで、ね、やっていただいたら、よりもずっといけるんですよ。そうですね、いけますね。そしたら本当にあのコスパ本当にいいなって思ってて、はい、私も今ちょっとやっていってます。やっぱり健康になんでね、より健康を長く維持したいってことで、これ、うん、もちろん会長がね、そうですそうです、あの、本当にね、みんなに防止したいっていうね、うん、本当にいい人生を送ってもらいたいってことで、金儲け二の次でね、そうですね、始めたのがこれ、うん、やろうってことになったんですよね。そうそう、
でやっぱりまあそういうもうやっぱり私たちってで、まあ、こう商品とかもやっぱ無添加で、はい、後にねこう副作用があったりとかなんか問題にならないものをずっと今まで提供させてきていただいたので、はい、それであのずっと私言ってるんですけど本当に健康は変える時代なんですよ。そうですね、うん、で、まあ、うちのね商品でも本当にあのコツコツ続けることによってあの健康を取り戻したりとか本当にねあの健康は変えるって言ってきたんですけどこの再生医療にあってねあのまあ、健康も変えるし健康になる時間も変えるなと、はいはいはい、綺麗になったりとか、はいもう元気になったりとかする時間が、はい、もうこの注射だったら早いんですよ。ですね。何秒ワクチン注射と予防注射するレベルですもんね。そうもう一瞬じゃないですか、はい、もうそんなの3分もかからへんかな。そうですね、もうチュッて入れるだけだから、それで考えてすぐあの、ね、効果というか実感できるんだったら、はい、本当に良くなる時間変えるんですよ。そうですね、うん、だから本当あのこういうのが出てきたらもう皆さんがでまあ、またねこういうのがあるからあのなんぼあの変な生活をしても、まあ、再生医療したらいいわって思う人も出てくるんですけどまあそれはそれでいいと思うんですよ、ね、お金さえ、ね、あればできるんだから。ある人は何でもやってもらえばねいいんじゃないですか。だからもうめちゃめちゃしてねもう何ですかもうたくさんお酒も飲んで好きなもの食べて、でタバコも吸ってみたいなねしてする人はもうお金貯めといていただいてね、はい、再生医療でこう打ち込んで早く健康になっていただくということで、ね、そのためになってもいいんじゃないですか。家庭としてね遊びたいと熱に遊びたいとまた、ね、そうだから二者選択できるなと思って思ってます。はい。なので、まあ、継続してねこの再生医療で戻して、まあ、これからはちょっといい生活していこうっていう方は、まあね、うちのブラスケア製品も、そうですね、継続して使っていただいたらいいと思うんですけどね。あんまりこの番組言うんですけど真面目に言わなくてもちろんあっちも抜群みたいですよ。そうなんですよ。みんなこれ言いにくいんですよ。実はこっちを目的にやる人もいるんですよね。そう、まあもう当たり前の話なんですけど、はい、やっぱり体の状態が良くなって元気になればもう男性は必然的にもうそこは元気になるんですよ。糖尿の方もね、もうそうですよ。だから糖尿の方なんかはもう本当にこれで絶対治すって皆さんおっしゃってて、ね、良くなられた方もいらっしゃるし、はい、結果出てます、はい、うん、なのでやっぱりもう一回ね取り戻してもらってね男性としてのね。そうですね。うん、すごいみたいです、はい、そこ一番分かりやすいと皆さんおっしゃるかな。男性の方は女性もいろいろ良くなるんじゃないですかね。いろんな意味でね、若いんですからね。いやいやもうすごいですね本当に。いろんな病気の予防になりますもんね、うん、先週、ま、鳥取でもちょっと一部させてもらってて地方は実はそのウェブ問診、はい、今これやっぱコロナでそういうのがものすごくこうやりやすくなって、はい、ウェブで、ドクターと、ま、東京のうちのドクターとつなげて、はい、問診を、はい、させていただいたら、そこの、まあ、鳥取でも受けれるような形で選手を打ったんですよ、はい、そしたら、まあ、出産なさって、まあ、4人目出産された方で結構やっぱ体力的にちょっとこうやっぱ低下されてる方がいてて、はい、その方が打たれたんですよ。そしたらもうその日から、まあ、便通も良くなったんですけど、はい、あれですね、すごい疲れがもう全くなくなったそうです。はあ、もう育児でもう夕方になったらもうヘトヘトなってたらしいですよ。そりゃそうでしょうね、毎日。ところがもうその日から全く疲れないそうです。で翌朝も朝早くから目が覚めてすっきり起きれると。なるほどね。うん、だからすごいなと思って、そういうね変化がありました。うん、本当皆さんこれからねこの番組特にね目を離せなくなりますよ。ねえ、なのでほんあれですね、もう知ってるか知ってないかでもう全然違いますよね、はい、そうですね、うん、もう知っちゃうとねこうやってやることでこう変わることできるわけですから、はいはいはい、うん、ですのでちょっとまあこれからまたどんどん多分体験談とかもね、増えてくると思いますので、はいはいはい、またシェアさせていただきたいし、はいはい、またねもう自分もそうですし、私なんかはもうこの話を聞いた時に
もう両親にプレゼントしたいなと思ったんですよ。あ、それいいですね。本当に、ですね、本当にもうだからすぐに母親に電話をして、困難するから、はい、もう絶対やりましょうって言って、まあ今ちょっと大阪にいるのでね、はい、まあ、ちょっとまだ準備が整い次第っていうことで言ってるんですけど、はいはい、これ本当に親御さんにプレゼントできるなと思って。そうですね、なんかいろんなものを送るより、全然ね、うん、なんかね、親って本当にあれですよね、もう元気でいてくれるのが一番じゃないですか。そうですね、もう何よりじゃないですか、健康でね。そう、もうそこなので、なんかしてあげるより、この、ね、再生医療を受けれるように注射代払ってあげる方がもう絶対いいなと思ってて。そうですね、うん、する予定です。はい、皆さん楽しみにしてください。ね、本当にそうなんですよ。なので、まあ、そういったのもなんか増えてくるんじゃないかなと。で、あとですね、あれなんですよ、地方書。地方書ね、すごいらしいです。これ治療は具体的にはどうのかなって、あんまりね、確約できないじゃないですか、何が効くとか。そうそうそう、ね、まあもうああいう、もうあれはもう本当にもう進んでいくしかないとか、少し進みを遅らすことはできても、完治させることは難しいでしょ。うん、ところがこの再生医療の方はこれが抜群にいいっていうことが分かってるんですよ。なので例えば親御さんとかでね、ちょっとなんか最近おかしいなっていう、はい、この状態でやるのが一番いいと思うんですよ。なるほどね。うんうんうん。で、なんかある人はね、もうちょっと、まあ、またちょっと頭はっきりしてるけど、打つのにもう説明してもこうね、年寄りわからないから、とりあえず元気になるので、まあまあビタミンみたいな、そういうイメージで、ね、もうごまかしてでも打ちたいと。なるほどね、はいはい、ね、もうワクチンとか打ってるんだから、まあ注射ぐらいその抵抗ないわって言って。そうですね、そうなんですよ。だからそういう感じでしてもらうことによってもうだし、あとパーキンソンとか、パーキンソン病とかもね、やっぱりあれし、なんていうのかな、いう系のやつとかは本当にみたいですね。私ちょっと見たんですけど、だもう翌日に、はい、こう、まあ、足がこううまいことね、出ていかなかったりとか、こうなんかなるじゃないですか、動きがやっぱりね、なるってくるんですけど、もう翌日普通に歩いてたので。なるほどね。そうなので、なんかそういうのとかになってきたら、もう全然これそのうち予約に取れなくなっちゃうんですか、何年先まで出てあるとね。そうですね、本当にね、これね、多分そうですね。で、気をつけていただきたいのは、やっぱり粗悪な、そうなんですよ、そういうものもあるってことが、あります、出てるんですよ、絶対あります、これ。で、やっぱり再生医療ってまだ新しいものなので、はい、まあ要は何ですかね、こう、まあ規制がないんですよ、まだ。規制がまだこれからどんどん多分できてくると思うんですよ。はい、で、粗悪品とかは除外されたりとかもできなくなったりとか、まあ、動物由来のやつがあったりとかいろいろあるんですけど、はい、まあ、そういったのが、まあ、整備していく中でやっぱりいろんなものもあるので、やっぱり入れてしまって、ね、あんまり良くないっていうものもやっぱり実際あるんですよ。だから、まあ、どんなものでもなんですけど、やっぱりどこでやるかっていうのが、そうですね、すごいポイントになってくると思います。うん、でその中でもやっぱりそのものの、例えば、細胞の量だったりとか含有量ってまあ言うんですけど、はいはい、その含有量に関してもいろいろあるんですよ。でうちはまあ、こういう業界の中で、一番含有量、今のは、はい、はい、含有量がすごくあるので、濃度がね高いですからね。そうなんですよ、ね、うん、なのでやっぱり入れても、例えばまあ分かりますよね、そういう薄めてそんなにものが、まあ、例えばビタミン C でもね、ビタミン C が本当にもう薄まったような、本当です、やれるのか濃いのかによっても違うのと一緒で、だって人間って来ますと言うんですよ、なんか普通のビタミン剤注射してもこれ効く薬だって言ったら人間その気になって消えちゃってるんですよね。こんだけ考えるだけで治癒能力を持ってるんですよ、うん、だからそれでこういう本物やるともっとすごくなるんですよ、うん、そうですね、間違いなくね。そうそうそう、でビタミン C とか、まあまあそういうので高濃度とか、ね、入れられてる方あるんですけど、はい、あれってね、感じやすいんですよ、はいはい、入れたらなんかねパーッと熱くなるんですよ。ニンニク注射なんかもカーッとなるじゃないですか、ね、これあれ口にこうなんかね、ニンニクが上がってくるような、だからパーッてなって、はい、なんか良くなったような感じを、そうなんですよ、
あの醸し出してるんですけど、ね、あれもう出て終わりなんで終わりです、あのおしっこ出て終わりなんですよ。おしっこ色がつくじゃないですか。よくビタミン剤とか色が出てますもん、だいぶね、うん、あれは本当一瞬ですね。ですね、うん、でこの再生医療は一瞬じゃなくて、もう一生とは言わないんですけど、継続性はもうかなりあります。うん、あのもうおしっこで流れて出るようなものではないので、体に浸透してきますからね、細胞、細胞の隅々までね。そうなんですよ。なのでやっぱりまあいろいろ、まあ例えばね、なんかあのサプリとかいろいろあると思うんですけど、はい、まあこういうのを一回やっておいて、そうですね、で、あの持続っていうことで、まあ例えばね、うちのカバナ竹舎だったりとか、はい、そういうのを活用することによってより継続できるっていうことになってくると思いますので、はい、まあ、ぜひもう本当にね、あのいろいろと、であれですよね、まあ、武蔵さんね、はい、来月かな、まああのね、まあ多分タイミングによって打たれると思うので、またあの楽しみにしてください。そうですね、武蔵さんが、まあ、体験していただいたのをちょっとまたシェアしていただいたら、ね、あの武蔵さん、今64ですよね。ってことは4、44になる。私は年下になるじゃないですか。あんまり変なこと期待するんだよ。来ますんで2人って何考えてんだとか、下でこうなってとか、そう思いてんだろ。いやそうですね、ちょっとあの下ネタ入るかもしれないですけどね。 あんまり横に行っちゃうかもしれない。まあ、うん、まあ、その部分に関してちょっと聞きたいと思います。あ、はい、本当ね、これ楽しみですね、いろんな意味で ね自分はやっぱり正直あんまり悪いとこも持ってますからね。これがやっぱり治るのがね、そうですよ ね、そうですよね、うんうんうん、まあ、あのまあまあ基本的にはまあまあ健康体ではありますけど ね武蔵さんはね、あのでも人生ね、60年とか50年以上来てるとね、うん、あの本当に一生懸命身の粉にして働いて、うんうん、そこそこになった人って 100% 健康な人は少ないですよ、探すのがね。そうです、何かしか疾患持ってますよ。血圧高いんだって一つの疾患じゃないですか、うんうん、これね、うんうん、そうですね、だから、まあ、血圧とかもだし、はい、本当血糖値とかいうのもだし、尿酸値とかね、もう本当にですね、うん、なのでいろいろある方は、パソコンずっとやってる方はどうも夜になると目がしばしばしてしょうがないっていうね、今週なんかもう絶対いいと思うんですよね。あ、そうそう、ドライアイの人がしたら、はいはいはい、あのなんか潤って、はい、ドライアイが良くなったっていう人がいらっしゃいましたね。ね、やっぱり そういうのとかもなんですよね。花粉症も効くって言いますね。あ、そうですね、花粉症も本当にっておっしゃってて、まあそうだと思うんですよね、免疫系とかなの で、ね、で粘膜だし、粘膜とか、まあ、炎症とかそういうのも抑える効果があるので、はいはいはい、要はあの、ね、花粉症の人ってこう粘膜こう炎症して、まあ、そういうふうになるの で、ね、それを抑えるので、もうあのなるべくしてなるあのよくなるっていう、ステロイドなんか絶対やめてください、この番組で言ってますけどね。そう、悪循環の繰り返しですよ。その時は抑えられてえっと思うけど、もう結局どん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 悪循環の繰り返してるわけでね。そうなんですよ、そうそうそうなんですよ。だから今日ね、あのまあ再生医療のもお話もまあさせてもらおうかなと思ってたんですけど、はいはい、あのまあうちのね商品でもそのまあステロイドに関する、はいはい、あのちょっとビフォーアフターがあったのでね、またすごいの来ましたね。まあまあね、本当にあのすごいですけど、あのまあステロイドってあのまあ、いつも言ってるんですけど、ステロイドであのそういったあの、まあ、例えば、ね、アトピーとかアレルギーのものが治るってことはないんですよ、はい、要は、まあ、の表面だけとりあえずなんか綺麗にしてしまうっていう、だからあの臭いものに蓋じゃないけど、はい、臭いものがあるのにもう蓋してしまっても ここの問題がなくなったらね、そうなんですよ、まだこうあの塗らなかったらこう出てくるじゃないですか。それがなんかまあステロイドなんですけど、まあ美容師さんで、美容師さんってやっぱりね、やっぱり薬害結構あるんですよ。あの、パーマ剤とか、まあ、シャンプーとか、手に触れますよね、あの結構何回も何回も使うじゃないですか。そうですね、であとあれ、カラーとか あの薬剤のあの匂い、はい、あのこう匂いからとか、そういうのとかも あの呼吸でね、はい、とかでやっぱりいろんななんかあるんですよ。ですごいあのやっぱ手荒れがひどくって、はい、でその方も17年、はあ、もう手荒れでね、まあ、今も現役の美容師さんなんですけど、で、まあ、ステロイド、まあね、もう床にいたらステロイドしかないので、ステロイドずっと塗ってらっしゃったんですよ。そうしたらもういよいよ、もうステロイドも効かなくて、今度はどうなったかって言ったら荒れるんだけどね、もうね、手にもうボコボコね、もうイボ、
これ、うん、うわこれね、このちょっと画像でも見にくいかもしれないけど、わかりますかね、このボコボコしたやつ。これ尋常じゃないですよね、これ。そう、このね、なんかこういう、あ、そう、ありがとうございます。そうね、これもう手ほらボコボコできてるじゃないですか。これがね、もうね、ボコ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 できてきてね、あの全然もうステロイドもほとんど効かなくなってたんですね。病名はちょっと今いろいろ問題か言えんですけど、昔ねこういうのとかいろいろあったじゃないですか。こういうなんか伝染性のなんとかで、ね、あと、あのまあ梅毒もそうですけど、こういうひどくなると ね、まさにそんな感じですよこれね。はあ、これ女性の手ですか。そうなんですよ、はあ、それでもうね、このまましてたらもうね、いよいよ本当もう治らない、はあ、だって17年もしてるわけですから。でもこんな風にもうボコボコなっちゃってね、でもうもう覚悟を決めて、もうステロイドやめると、はあ、でやめるっておっしゃって、まあ、うちのこのカバの穴だけ茶ね、まあ、飲んだりとか、はい、まあ、その飲むようにね作った、まあ、お茶をコットンに浸して、はい、こういうの、このブツブツのところにパックしたりとか、あ、このねカバナンタケ茶なんですけど、はい、カバナンタケ茶って飲むだけじゃなくって、ね、まあ、飲むように作ったやつにねコットンにカバナンタケ茶を含ませて、はい、それをこういうまあ、幹部でね、かゆかゆのところとかにこうパック ね、そうなんでしょう、ね、パックしてもらったりとかするのもおすすめしてるんですけど、はい、まあ、そのパックと、で、あと、まあ、お家ではね、そうですね、で、この典型石鹸で、まあ、洗って、はい、そういうのをこうずっと続けてられたんですよ、はいはい、うん、そしたらそのビフォアちょっとアフター見てもらいたいんですけど、はい、こんな感じねえ、信じられないですよ。なんかこれトリックしてんじゃん、別人の手使ってんじゃないかって言われますよ ね、知らない人はね。そう、これねずっと経過のやつ、まあ、今回はね、まあ、最初のいただいたやつと、はい、もうこの最近でももう完全にイボできないような状態のやつと比べてるので、はい、もう一気に変わったみたいなんですけど、一応ちょっと段階があって、やめたらやっぱりね、ステロイドやめたからすごい吹き出してぐじゅぐじゅなってたんですよ。もう一回すごいぐじゅぐじゅになられて、もうすごいからもうどうしようかっていう、なんかこうね、やっぱり葛藤っていうかね、またステロイド塗りたくなってくるんですよ。まあ、塗ったらまあちょっと良くなるかなと思っちゃって、ぐじゅぐじゅってことはなんか汁なんかも出てくるんですか。もうなんかそんなになるんですよ。もう衣類とかこういうところに入れるのも大変ですよね。そういう風になる方もいらっしゃるんですけど、だからステロイドってやっぱり本当にこうやめ時っていうのが本当難しくて、やめたらもう今までこう抑えてたものが吹き出すっていうか、はい、体の中では何にも治ってないので、はい、治すお薬じゃないんですよステロイドって、はい、そうなんですよね、うん、要はちょっとだけ見た目っていうか、この上目だけをまあ綺麗にして、はい、体の中は1ミリも変わらないという、うん、前にね、これね会社に連れてった自分が恋にした社長、花粉症ひどくてステロイドを飲んだんですよ。で東京来た時に急におかしくなって心臓が、うん、で一緒に救急で行ったんですよ。本当これびっくりしてね、これそのせいなんですよ、うん、そっから一切もステロイドも使ってないんですよ花粉症でもね。だから怖いですよ。いや本当にね、まあ、どんなお薬でももう 100% 絶対副作用あるんですよね。まあ、何かを止めればどこかがやっぱりね、どこかそうな負担かけるので、まあね、そのね社長の方もやっぱりなんか何かが負担かかってそうになられたと思うんですけど、やっぱりそういうものをやっぱ継続的に使っていくって本当怖いことなんですよね。本当怖いですね、うん、だからああいうあんなイボにとかって怖いじゃないですか。怖いですね。いや、手見た時普通引きますよ。いやびっくりすると思う。お子さんなんか正直言うと、でも触るのも嫌でしょう。怖いじゃないですか。怖いです ね、ああいう風になっちゃうんですよ、だからあれがもう本当薬害というか完全そうですね、うん、もうステロイドの慣れじゃないけど、ステロイドを使ってたああいう風になってしまうんですよ。手だけだったんですかね、他はどうだったんですかね。ここがもう本当にすごいひどかったみたいですよね。あ、まあ、いろいろ液体使ってなんかすっかり余計なんですよね。そう、ここだと思うんですよ、仕事でね。でやっぱり一回そこにこう出やすくなると、もう癖になるんですよね、うん、で皮膚って
って排泄器官でもあるので、そうなんです、そうなんですよね。だからどうしてもやっぱり出やすいところっていうのかな、もう例えば手が出てしまったらもうここが排泄器官になっちゃって、インプットされちゃうんですね。 なんかあると、ね、ここに出てし出やすくなっちゃうっていう風になっちゃうんですよね。人間って疲れると思ってもらったこのヘルペスがね、口紅に出やすい人もいいじゃないですか、寝不足とかね、口内炎とかね。そうなんですよ、なので本当にね、まあ、今ももうだからずっともう今もできないし、よかったですね。もう完全いいそうです。時間かかったでしょ。でもこれ結構時間かかでもね、そんな1年とかそんなんではないです。1年とかじゃないですね、彼女の場合は。なのですごいですよね。早かったですね。早かったです。だから本当17年もステロイド使われてて、もうあんな芋の状態になったらそんなに早くっていうか、やっぱり段階があるので、やっぱり、ね、1年ごととかに良くなっていったりとかっていうケースも多いんですよ。まあ、4、5年とかね、早くたって考えるでしょうし、ね、やっぱりやっぱり何年かかかる方とかもいらっしゃるから、ね、こう良くなってまた少し落ちてまたこうの繰り返しでこうなるんじゃないですかね。そうですそうです、ね、なので、まあ、こういう方もいらっしゃるっていう、まあ、ステロイドやめたい人本当にたくさんいらっしゃるんですけど、いっぱいいると思いますよ。いらっしゃるんですけど、やっぱりいつも言うんですけど、やっぱ覚悟いるんですよ。もう絶対、まあ、このステロイドをずっと継続的に塗ってても治らないっていうことをちゃんと認識された方がいいです。最初に出された時絶対、ね、ノーって言うべきですよ、これ。もう一回入れたら癖になりますよ、体に。これもそう、そうなんですよ。本当ですね。でね、今朝もね、あれです、まあ、ストーリー、私インスタをやってるんですけど、はい、そのインスタのストーリーにもちょっとあげたんですけど、まあ、乳幼児の子がね、はい、やっぱりちょっと乳児湿疹みたいなのができてきたらしいんですよ。で、まあ、典型石鹸デビューしますということで典型石鹸使われるって言ってたんですけど、本当にね、これかな、ここ、そうそうそう、それでね、乳児湿疹はデトックスって私書いたんですよ。これね、本当にね、分かってない人がいっぱいいてて、乳児湿疹とか、まあ、ちょっとね、こうブツブツって出てきた時に、小児科とか行っちゃうんですよ。そうすると、まあ、皮膚科行っちゃって、でそこでもう本当にすぐ数ヶ月、生後数ヶ月でもう全然ステロイド出すんですよ。で乳幼児の時ってこういう排泄器官とかまだね、消化器官とかがまだ未熟なので、まあ、お母さんから受けたのもあれだけど、その自分自身こうデトックスをちゃんとこうやっぱり尿とか便とかから出せない子たちは、こういう顔とかこういう頭のこのてっぺんの方からデトックスさせるんですよ。吹き出してくるんですよね。で大人になればね、まあ、もちろんね、尿とか便とかでこうがほとんどこう排泄がデトックスできるんですけど、やっぱり赤ちゃんの時ってそれがうまくできないのでここにいるんですよ。でそれ乳児湿疹って言うんですよ。だから乳児湿疹ってデトックスなのですよ。だからこの出てるのをあえてステロイドで止めちゃったらどうなるかってことなんですよね。大変ですよこれ、ね、そしたら中で、ね、なるんですよ。期間がやられる可能性ありますよね。そう、それでやっぱりその乳児湿疹で、まあ、そういうことを、まあ、蓋しちゃうじゃないですか。蓋してしまったら、はい、そっからまたどん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 やっぱり体の中がおかしくなってきて、はい、もう循環が悪くなって、これがもう長引いていって、はい、今度アトピーとかもう大きくなっても治らないっていう、まあ、合併症候群ですよ。もう本当にね、わけがわからないことになってるんですよ、今。なのでもう私いつも言ってるんですけど、乳児湿疹出てきたらもう本当に見っとい、もう見守るしかないですよ。見守ってこの子たちがちゃんと体のね、デトックスができるように、まあ典型石鹸で洗ってあげて、まあ、お母さんがしっかり母乳の方はカバナータケ茶を飲んで、そのお子さんに母乳ねどんどんあげてあげて、でミルクのお子さんはカバのアナタケ茶で、お湯の代わりにカバのアナタケ茶の温かいやつでミルクを作ってもらって、それを飲んでもらうと、
だからそういうデトックスを助けていって補助して、ね、あの子どもたちの治癒力を高めていくっていう、はいはい、うん、こういうふうにあのしていただけるようにう、ね、もうあのどんどんあのYouTube とか、ね、インスタとかでどんどん発信をしてるんですけど、はいはい、うん、で今日あのシェアさせてもらったお母さんはね、はい、すぐやっぱり龍児湿疹デトックスってどういう意味なんかなと思って自分でやっぱお調べになられたようで、はいはい、それで理解されたと、はい、あ、そういうことなんだみたいな、うん、なのでもうぜひあの出たものはもう、ね、出していただくっていう、はい、してもらったらいいんじゃないかなと思います。これまたカバナあなたけどこのね、うん、あのティーバッグの独特の試した方いるんですよね。あ、そうそう、ね、あ、そうそう、忘れてました。これね、これね、あ、なるほどっていうね。あのね、あの、まあ、ティーバッグに、まあ、ティーバッグにね、あの、まあ、このカバナアナタケ茶のカバナアナタケをこうティーパックに入ってて、はい、それをまあ麦茶作るみたいな形でね、はい、あのお湯沸かしてそのティーパックをポンと入れて、はいはい、このカバナアナタケ茶を作るんですけども、はい、なんかね、花粉症でね、やっぱり今すごいじゃないですか、はい、ですごいひどくてもう鼻水とかもうなんかすごかったらしいんですよ。でこれはもうちょっと飲んでたら追いつかへんってことで、はい、そのティーパックをねそのまま出がらしじゃなくてもう新しいやつ開けてそのままね食べて、あの、まあ、硬いんでね、カシャカシャカシャってちょっとぐじゅぐじゅぐじゅっとして、はいはいはい、で水でとかカバナだけじゃ流して入れたらしいです。そうしたらあ、ね、ほんまにピタってなくなったらしいです。すごいですね。でなんかもうそれが癖になってなんか開けてね、開けてはちょっとこの一箱を3回ぐらいやるらしいです。朝ちょっとその3分の1食べて飲んで、はいはい、お昼もその3分の1食べて飲んで、はい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 、で夜やってって、これを毎日やってるんですって。なるほどね。そんなやり方、まあ、男の子なんで、まあ、男性なんで、あのお茶作るのがやっぱり面倒くさくなってきたらしくて、なるほどね、これいいわって。それだったら忘れないから、あのジップロップにこう入ってるじゃないですか、はいはいはい、だから その袋をやつ持っといて、で開けては食べてました。昨日も食べて、贅沢な、ね、使い方ですよね。そうなんです。ちょっとあの昨日私があの動画撮ったのでよかったらご覧ください。ぜひ、ね、見せたいです。皆さん見てください。あの YouTube 担当の島田くんです。最近はね、こう1日1本食べるっていう。いや本当に、そのままこれちょっとこう何回かに分けて食べるっていう。すごい。あの YouTube 担当の島田くんです。最近はね、こう1日1本食べるっていう。いや本当に、そのままこれちょっとこう何回かに分けて食べるっていう。すごいでしょ。説得力ありますね。そう、なんかね、あの今までもそのカバナータケ茶のね、あのまあ、あのお茶作った後の出がらし、はいはい、出がらしは ね置いといて、それはあの、まあ、出して ねあのミルとかでちょっともっとパウダー状にして、あのカレーに入れたりとか、お味噌汁入れたりとか、このふりかけにしたりとかね、そうそうそう、あのかけてね、はい、あのパンケーキ作ったりとか、はい、なんかまあ食べるってことはやってたんですけど、なんかねお茶作らずに使う前にね、そうです、新しいやつをねパッと開けて、あんな食べてる人初めてで、なるほどね、あでもあのそのまま丸ごとなの でお茶も煮出してないから新しいじゃないですか。強いですよね。そうだから、まあ、逆に言うとそのカバナアタケを丸ごと体に丸ごと食べるから、あのそういう風なあのやっぱ、ね、速効性って、ね、聞いたとは言われないけど、ああいう風に結果になったのかなと。これどこ行くにも持ち歩けばね、そうなんですよ、こう見づらくたってこれありますからね、この使い方もあるってことですよね。そうなんですよ。だからもう男性の人とかでも面倒くさかったら、そうですね、あのこういうあの袋にね、5本入ってますから、5ティーパック入ってるので、はい、もうそのまま持っといてもらって、はい、そうですね、開けて食べてもらってもいいのかなと思って、効果も効くんでちょっと硬いかもしれないですけどね。そうですね。でもっと美味しく食べようと思うと、はい、あのこのねチャーガハニーっていうやつなんですけど、はいはいはい、あのまあ鳥取県産の生蜂蜜っていうね、はいはい、あの蜂蜜をもう取って、普通だったらあの加熱してね、パーッと熱くしてトロトロに刺してね、はい、あのもうあの成分とかも壊れたりとかして、風味とかもなくなってる蜂蜜を皆さん食べてるんですけど、これは蜂蜜蜜蜂からね取って、こう綺麗にあの、はい、絞って、でそのままを繰り出てるんですよ。
現役そのままですね。そうだから成分もそのまま入ってるし、はいはい、香りとかもすごいんですけど、はい、それにあのカバナータケの、はい、あの粉砕パウダーなってるやつをこの生蜂蜜に入れてもらって、はい、で混ぜて自分で作って食べるっていうチャガハリ、はい、これも今すごい出てるんですけど、はいはいはい、やっぱ花粉時期にねやっぱり丸ごとで皆さんやっぱり食べた方がやっぱりなんか、ね、いいっていうことで、あのこれもすごい出てるんですけど、はい、こういう風にしてあのこれは美味しく食べれます、はい、あの蜂蜜自体がすごく美味しいので混ぜればね、そうなんです、甘いし、はいはいね、見た目チョコレートみたいな色になるんですけど、ってことは現役、うん、あのこれを混ぜてパンに塗ってもいいですよね、これね、一緒にね、美味しいです、ね、美味しいです、はい、もう子供たちはねチョコレートって思ってるん で, ですね、はい、これもね今すごく、はい、今あのやっぱり時期的なものなのかな、そうですね、あとまあちょっとやっぱりあの生活、新しい生活でね新入、はい、4月からね始まりましたからね、入学とか、はい、そういうのでやっぱりちょっと今までとは違う習慣になられてる方とかは、はいはい、あのやっぱり今、まあ、この5月とかがね、はいはい、結構ね、アブゼル5月病とかね、一、はいはい、月迎えますからね、そうですよ、はい、精神的にも体的にもやっぱりあのちょっと体調を崩される方すごく多いので、はい、はいはい、あのできましたらねこういうので、はい、あのサポートしていただいて、はい、あの再生医療の方もまたご紹介できたらいいと思いますので、楽しみでしたかね、はい、はい、もう今日もなんか、はい、もう50分になりましたので、あっという間ですね、皆さんありがとうございました、どうも、はい、また第4週目楽しみにしてください、はい、金曜日5時からよろしくお願いいたします、ありがとうございます、ありがとうございました、お疲れ様です。